はい、皆さんこんにちは。サバオカチャンネルのみさきだよって、今回はこちらの電動ガン E&L の AK-74 をご紹介していきたいと思います。この AK-74 のパッと見の感想なんですが、全体的に重いです。この金属パーツ全部鉄でできてて、ほら、ハイダーも磁石くっつくし、つまり全部鉄なんですよ。で、このハンドガードの部分が木でできています。こっちのストックも木でできてて、質感はねちょっと柔らかめな感じだと思います。ただ全体的にここが全て鉄でできてて、ストックが木なので重量バランスがかなり前目で、マガジンを装着した状態での重量の真ん中ってのがだいたいこの辺、この辺か、この辺ですね、バランス。だからかなりフロントヘビー、構えた時に重心がここにあるんで、振り回すのが非常に大変です。そしてインナーバレルはここまであるんですけど、ハイダーがねめっちゃ長いんですよ。だからトレーサーとか短めのサプレッサーつけたみたいな状態で、結構取り回しが大変で、よくぶつけます。結構重心が前目にあるので、スイッチングする時にこういうやり方をすると非常に重いし落としそう。右手左手左右持ち替えの時はこうやってやらないと落としそうですね、こうね。あと実際にサバゲーで使ってみて感じたんですけど、クイックショットってあるじゃないですか、こうやって打つやつね。これがやっぱ重いからかなりやりづらい、まあ、できなくはないけど、こうね、エアガンって銃を斜めにするとホップの関係で弾が変な方向行くんで、バリケードから身を乗り出して打つ時もなるべく FPS ゲームみたいなこういうリーンの仕方じゃなくて、なるべくこういう風に出たいんですね。でもやっぱ重いんですよね。重いので体にがっちり固定した状態でこう出るので、やっぱね FPS ゲームのリーンみたいになっちゃう、こう体斜めになって出ちゃう。で、実銃の AK-74 も4キロ近くあるらしいんですよ。 3.5 キロか 3.8 キロぐらいあるらしくて、これもそれとほぼ同じ重さなんで、多分実銃の AK 撃つ時も壁から身を乗り出して撃つ時はこういう風なやり方はちょっと難しくて、 FPS のリーンみたいになるんじゃないかなと思います。とはいえ質感は結構いいですね。 E&L って海外製なんですけど、なんか購入直後からねいろんなとこに油がついててちょっと汚くて、メカもまだ開けてないけど多分グリスでぐっちょぐちょだと思うんですよ。なんか一回分解清掃をした方がいいかなと思うので、分解清掃ができるちょっと上級者向けの商品になってるんじゃないかなと思います。とりあえず箱出しでリポバッテリーつなげて打ってみたんで、その時の様子をご覧ください。こちらです。どうぞ。はい、こんな感じですね。まあ、特に問題はなかったかなと思います。リポバッテリーは 11.1V のやつで、トリガーレスポンスも全然悪くなかったかなと思います。あと集団性もそんなに悪くなかったかなと思います。でサイクルもそんなに速くないけどそんなに遅くもないって感じでした。ハンドガードはこんな感じになってて、上下分割できて真ん中隙間が空いてるってやつですね。ここから見えます。でこのストックテープには穴が開いてて、実銃同様なんかここに物を入れられるっぽいです。ツルツルしてて、まあ、触り心地はいいですね。ちなみに今黒いマガジン使ってますけど、購入した時はこの茶色のマガジンがついてたので、実際はこんな感じの色だと思います。はい、こんな感じで、実銃は違うんですけど、エアガンの場合は AK-74 に AK-47 のマガジンが使えるっぽいです。これが AK-47 のマガジンです。うん、こんな風にちゃんとつきますね。差し込み口を見ると AK-74 のマガジンも AK-47 のマガジンも全く同じ形をしてますよね。この弾が出るところも全く同じで、引っ掛けるところの形も一緒と、こっちの止めるところの形も全く一緒なんで共用できるって感じです。それじゃあ次は細部を見ていきましょう。通常分解していきますね。ここのボタンを押しながら上に上げるとダストカバーが取れます。開けたここにバッテリーを入れます。でバッテリーは見えにくいと思うんですけど、ここ穴開いてるんでここに結構奥まで入ります。これなんか筒状になってるんで、まあ、そこにバッテリーぶっ刺すって感じですかね。バッテリーのコネクタは東京マルイとかと同じコネクタなんですけど、私ちょっと T 型端子の方がいいってことなんで、私がちょっとハンダ付けして先っちょ交換しました。でこっちのバッテリーもそれに対応したものですね。 AK タイプのうなぎバッテリーだったらこんだけ隙間が空くので、こんな感じで普通にダストカバーも閉めることができますが、こういったタイプのちょっとだけ幅が太いタイプのバッテリー、これはね入らないんですよ。実際やってみるとここほら
入らないんですよね。入らないし、ここの空間あるからダストカバー閉まるだろうと思うんですけど、ここね何回やってもね閉めらんないんですよね。無理やり閉めれば閉まるかもしれないですけど、バッテリー破損する可能性もあるので、 E&L の AK を使うときはバッテリーにご注意ください。ちなみにハンドガードはここのパーツめっちゃ硬いんですけど、これを上に上げると外れます。上に上げてこうしたら外れます。上のハンドガードのここが筒になってるんですけど、この筒のサイズに入るバッテリーじゃないと入らないって感じですね。これ戻すときに注意点があって、普通だったらこうやって先っちょの方を当てて入れてこのレバーを下げればいいんだけど、下がらないんですよ。これがなんかここに引っかかってるみたいで、なのでここのハンドガードをギュッて握りしめた状態でやるとはまります。このハンドガードをギュッと握りしめた状態で入らんかな、あれ入らん、下に押し込んで、あ、来た、はい、こんな感じですね。ここ最初はめ方分かんなくて、ハンマーで何回も叩いたけど全然できなくて、手でギュッて握りしめてはめ込むっていうの知らなかったんで、これはめるのに3時間ぐらいかかりました。はい、というわけで実際に射撃して撃った感じとか初速などをチェックしていきましょう。使うのは G&P の 11.1V のリポバッテリーですね。この筒のとこ入れてコネクタつなげてダストカバー閉めてマガジン挿して、ここは引かなくていいよ。ホップは適正ホップにしてあります。BB弾の重さは 0.25g です。じゃあまず撃ちます。セレクターをセミオートにして、こんな感じですね。一発目は出ない感じですね。二発目から出ます、まあまあトリガーレスポンスいいんじゃないでしょうかね。次ちょっとフルオートでいきます。フルオートのサイクルが、まあ、こんな感じで 11.1V リポバッテリーを使うとすごくいいですね。じゃあ初速測ります。 71.55 71.33 70.78。 思ったほど威力は高くないですね。インナーバレルは普通のエアガンと同じぐらいなんですけど、この初速ってことは結構優しめの設計になってるんじゃないかなと思います。室内でも使えそう。長くて重いけど。じゃあ次ね、フルオートのねサイクルを見ましょうね。こんな感じでした。ちょっと見方よくわかんないんで、誰かコメントで教えてください。では実際にサバゲーで使った様子がこちらです。どうぞ。はい、っていう感じでした。自分の感想としては、まあ、意外と当たってるなっていう気がしました。これヤフオクで買ったんですよ。で中古だし海外製だし何もメンテナンスしてないし、まあ、はっきり言ってねあんまり性能は期待してなかったんですよ。でも意外と遠くまで飛ぶし集団するしよく当たるし、重くて持ち運び大変だし本当筋肉痛になるぐらい大変なやつなんですけど、まあ、意外と愛着が湧くのかなっていう風に感じました。まあね、ただね残念なところもありまして、これ箱出しの状態だと拡張性がほぼゼロなんですよ。まずピカテニレールも何にもついてないし、ここにも何もついてないし、この下も何もついてないんですよ。でこういう重いやつってフォアグリップつけたくなるんですけど、フォアグリップも何もつけられないじゃないですか。で光学機器もつけられないじゃないですか。ウッドストックはかっこいいんですけど長さの調節ができないんで、まあ、伏せ打ちとかの場合はいいけど、なんかこう立ち打ちだったりとか、あとこう左右のスイッチングの時にめっちゃ邪魔なんですよね。だからここもねちょっと変えたいなと思ってます。実銃の場合は反動があるからフロントヘビーってまあ別に悪くないんですけど、エアガンの場合は反動なんてないので、フロントヘビーなのはただただ扱いづらいという状況になっております。なので少しずつ自分の好みに合わせて改善していこうかなと思ってます。先ほど拡張性がないって言ったんですけど、じゃあピカテニレールとかつけたい時どうするかっていうと、 AK って左側にこういったパーツがついてるんですよ。それに対応するこういったのをスライドさせて、でここレバーカチッとして、したらここにピカテニレールがついてるので、まあ、ダットサイトとかつけられるって感じですね。これでこう見るとこんな感じになってます。
まあ、バッテリー交換の時はいちいち外さないといけないんでめんどくさいし、しかも結構これガタつきがあって精密射撃に向いてないんですよね。このアタッチメントを作ってるメーカーのね精度とかだったりすると思うんですけどね。まあ、ただこのレバーだけで取り外しできるんで、まあ楽かなと思いましたね。まあただ重いけどね。はい、というわけで今回はこんな感じで E&L の AK74 をご紹介しました。自分じゃ気がつかないんですけど、これを見ている皆さんでここら辺もうちょっと詳しく知りたいとか、これはどうなのみたいな意見がありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。このチャンネルが面白いなと思ったら、ぜひ高評価の方とチャンネル登録とベルマークチリンチリンの方もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。今回の動画はいかがでしたか？動画の感想をコメントに書いてね。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。